え回ってるんですか？そう、動画撮ってる。え、何カメラ？これは、はい、ね、今日の、はい、メインの一日をちょっと撮ろうかなっていう。そう、急に。いいですよ。ちょっとメインに密着しようかな。今撮影終わりですよ。そう、そうなんです。そうです。そうなんです。そうです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。え、お疲れ様です。久しぶり。あ、そうなの？あ、めっちゃ久しぶりです。あ、そうなんだ。お疲れ様です。え、ちょっと待って、いろいろ待ってください。お、え、そういうことですか？そういうことです。はじめまして、ケアタンジです。次の入れ物ですか？そうです。めっちゃ怖い。え、密着とか言うから私見ていいんですか？そう、みんなよりも早く見れたのか。おめでとう。ありがとうございます。私も見てます。ありがとうござい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 ます。すごい。びっくりした。で、今ちょうど歩いてる時に、次のイメージモデルって誰なんだろうねとかちょっと話してて、それ分かる時期だなって思って。うんうんうん。誰だろう。予想してて。予想してて。サプライズで。びっくり。そのために今動画回しました。そのために。あ、そういうことのために。あ、そう。わあ。さっき私も。聞かされて、あ、そうなんだと思って。じゃあどっちもドッキリみたいな。ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ。よかった、ドッキリ成功ですかね。よかったです。じゃあまたなんか一緒にね、動画撮る機会とかあったら、はい、嬉しいなって。切りまーす。メイです。アンジです。ピンクラテ B B 始まるよ。イエーイ。はい、なんと本日事務所に来たら新人デモがいました。いました。びっくりです。しかもいつもニコラで見ているアンジちゃんでした。嬉しい。私も嬉しいです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。とにかく今びっくりなんですけど、まさかお仕事終わって事務所来たぞっていうテンションで新人デモがいるなんて知らなかったので、本当にびっくりです。でもなんかピンクラテのイメージモデルと動画を撮ったりだとかしたことがないんですよ、実は。だから今回この機会に1年間動画撮れたらいいなって思ってます。ぜひ一緒に撮りたい。なんかいろんな企画やりたい、うん、ちょっとやりましょう。やりましょう。ピンクとかやりたい。やりたい。やりたいです。お願いします。お願いします。はい。でこの後アンジちゃん、ピンクラテの撮影、まだまだあるということで、はい、この後もね、はい、密着したいと思います。アンジちゃんの撮影風景を、皆さんご覧ください。ご覧ください。せーの、どうぞ。おはようございます。お願いします。メイク、完成ですね。あとは、髪。髪だけ。ネイル塗ってきます。あ、なんか花粉症。え、一番鼻水が嫌ですか？目が嫌ですか？目がね、やっぱり鼻水、薬飲めばどうにかなるけど。あ、薬飲んでも効かないじゃないですか。春が楽しくなくなる。自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。新高校1年生になりました池畑杏子です。 K-POP アイドルが大好きです。よろしくお願いします。そしたらじゃあピンクラテ9代目イメモとしての意気込みをお願いします。はい、私はルキちゃんからピンクラテさんのイメージモデルを受け継いでこれから1年間頑張っていくので応援よろしくお願いします。はい、じゃあ今から即興質問コーナーをやっていきます。はい。1、好きなアイドル、アーティストは？トワイスさんです。あ、誰が好き？トワイスのミヤちゃんとミヨンちゃんが
大好きです。はい、じゃあ次、趣味は何ですか？ダンスをすることです。次、好きな食べ物、苦手な食べ物。好きな食べ物はイチゴで、嫌いな食べ物は魚です。次、好きな色。紫です。おお、今日もここ紫で紫めちゃくちゃいいね、可愛い。じゃあ次、好きな服のテイストは。韓国カジュアルが大好きです。よくしてます。じゃあ次、最近嬉しかったことは。友達が私の受験合格祝いにベストとネックレスをプレゼントしてくれたこと。嬉しい、めっちゃ嬉しかったです。じゃあインスタとかにあげてくれるかな、はい、楽しみにしてます。じゃあ次、アンジを全体で体全体で表してみて。わかりました、いくよ。アンジ、うん、アンジ、なんとなくです。めっちゃなんとなく、やばいか、やばい、これ急に思い出したこれ、これアンジ、アンジポーズこれいい。じゃあ次、はい、まあ、今までココラテとかルキラテとかあったんだけど、今回はアンラテがね始まるっていうことで、はい、アンラテポーズを考えてほしいです。わかりました、はい、これ新規、あ、かわいい、かわいい。猫が大好きなので、じゃあこれイコールアンラテということで、アンラテポーズでじゃあ皆さんこれでイベントとかインスタライブとかねやっていただきたいと思います。じゃあ次、そしたらピンクラテの意味もとしてこれからやりたいことなんかありますか？結構イベントとかでファンの方と関わることが多いと思うんですけど、その時にファンの子の名前とかもしっかり覚えて、たくさん私を応援してくれる人が増えていくようにもっと頑張っていきたいので、イベントでの交流をとっても大事にしていきたいです。はい、ありがとうございます。質問以上です。バイバーイ。どこまで入れますか？あと全部中盤戦ですけど、どうですか、感想は。でもこんなに自分でたくさんのウェルトなんたらなんたら着ることっていうのは初めてなので、すごい特別な経験になってるし、これからもまだどんどんいっぱい着るので、いい魅力を引き出せるように頑張ります。はい、このコーデのおすすめポイントお願いします。これはひらひらのこの服で、ここにひらのロールがあるのと、はい、ありがとうございます。かわいい、どうぞ、おかがでーす。いやー、あ、あ、きれい。どうですか？めっちゃ楽しい。あ、よかった。これ可愛くなる。ね、後ろめっちゃ可愛いよね。夏。夏、確かに夏。夏っぽい。緑が。ね。
Okay. もしもし。かわいい。ね、めっちゃ可愛かった。可愛い。今日一日お疲れ様でした。じゃあ感想をどうぞ。すっごい楽しかった。あ、よかった。30点近く。うん、めっちゃ撮ったね。撮って、自分でやっぱりたくさんメイク着てたくさん撮りましたたくさん表情やってっていうのを初めて、全部初めてで、それがやっぱり今までいない経験っていうのを今日体験させてもらったので、すごい本当に楽しかったです。しかもルキちゃんにちょっと迫力がいいって褒めてもらったので、それですごい嬉しかったです。これから1年よろしくお願いします。